原始人とは、初期人類や、初期の新人を指す語で、英語のアーリーマンの訳語であるが、正式な学術用語ではなく、従って、定まった定義もない。マスコミが、差別語に関して、規制をかけるようになる以前は、現代において文明からかけ離れた、生活様式を維持している部族、民族を表す言葉としてもしばしば用いられた。一般的には、第二次世界大戦前に、 西洋社会で広まったネアンデルタール人類像、すなわち毛皮をまとい、石符もしくは棍棒を武器として使用する狩猟民族で、あるとするイメージで代表される。ブレムミワエ人の絵。棍棒を持った姿で描かれたものもあり、ストリンガーらは、それが後にネアンデルタール人のイメージ形成につながったと説く。西洋社会においては、近代科学成立以前にも、 ヨーロッパから遠く離れた未知の土地、あるいは我々の住む地上の裏側に、怪物のような異形の人間が住むと考えられていた。それらの形態や生活様式は様々に想像されたが、ブレムミュアエ人と呼ばれる、頭がなく胸の部分に、目鼻がついている人間は、手に棍棒を持った姿で描かれており、これが、後のネアンデルタール人の発見に伴って、 原始人のイメージ形成に影響したという意見もある。1856年のドイツ、デュッセルドルフでの発見以降、ヨーロッパ各地でネアンデルタール人類の化石が発掘され、まだ個人類学が未発達であった当時は、その正確な位置づけができず、20世紀に入って1909年に最初の復元画が発表されたが、正確なものではなかった。手にコンボを持った。 ルイ・ジンザルのような外見であり、凶暴な性質であるとされ、これが原始人像として知られるようになった。第二次世界大戦後の1953年になっても、ネアンデルタールと題する凶暴な原始人を描いた映画が公開されている。一方で、現代人から見た原始人の低い文化水準や知的水準を笑いに結びつけた映画やコミックもあった。こうした、 作品群に描かれた原始人像は多種多様である。第二次世界大戦前後に制作された映画では恐竜と共存していたり、原始人ゆえの間抜けでコミカルな動作や行動を描いて観客を表せたが、無論、それらは考古学的、個人類学的裏付けを書いたものであった。しかし、単に野蛮で遅れた人々というイメージではなく、現代人と共通する部分、 例えば、貨幣経済を持っているように描かれることもあったが、その場合、流通する貨幣は石であり、大きいほど価値が高いということになっているなど、やはり現代人との差異を強調して、ギャグの種にするようなことが多かった。実際には、貨幣経済は、古代文明の成立後に初めて現れたもので、狩猟採取生活を送っていた原始人には、貨幣は、 不必要なものであったが、現代人と似た生活様式を描くことでかえって、彼らの滑稽な様子を強調する効果があった。さらに、アメリカのハンナ・バーベラ・プロダクション制作の、原始家族では、原始人が石器を巧みに用いたり、恐竜を刺激して現代人と同じ水準の生活をしている様子が、文明批判も織り混ぜてユーモラスに描かれた。ありがとうございます。